じさんの古時計は90年動いてた。大きすぎて壁にかからない、床に置かれていた。おじいさんの自慢の時計、同じ時を生きてきた。ずっと動き続けてた、その命の限り。休まず90年、チクタクチクタク、命刻みます。チクタクチクタク、ずっと動き続けてた、命尽きるまで。